こんにちは。作業療法士の美野です。日替わりストレッチを行っていきます。毎日少しずつ無理なく行うことで、しなやかな筋肉を取り戻して転倒防止や怪我の予防につなげていきましょう。それでは早速一緒にストレッチを行いましょう。では腰回りのストレッチを行っていきます。仰向けに寝ていただいて、手を横に広げましょう。その状態で片方の足をぐーっと反対側の床に近づけていきます。この時点で体が硬い人は肩がですね、こう浮いてきてしまうんですけど、なるべく肩も床につけようと、お膝も床につけようとすることで腰の筋肉が伸びてきます。この状態で20秒間キープしていきましょう。用意スタート。はい、ではこのようにですね、足を反対側に持っていって、肩を床につけようとして、ずっと腰の筋肉を伸ばして柔らかくしていきます。このポーズでしびれなど痛みが出る場合は、中止してください。しっかり腰の筋肉を伸ばしていきます。はい、では戻しましょう。はい、では今度は反対側行っていきます。筋肉を柔らかくするために、ちょっと突っ張る、痛いなと感じるところまで伸ばしてあげてください。では同じくポーズをとっていただいて、用意スタート。はい、ではこの時にですね、先ほど申し上げたように肩が浮き上がってしまわないように床につけようとしてみてください。そしてちょっと突っ張るなという感じを出していきましょう。お膝の方もしっかり床に近づけようとしてください。届かなくても大丈夫です。はい、では戻しましょう。では今度は腰、お尻の横のストレッチをしていきます。同じくですね、仰向けに寝ていただいたら、お膝を立てます。そして片方の足をこのように反対側のお膝に当てたら、引っ張って横に倒していきます。そうするとここのお尻の横ら辺が伸びる感じがしてきます。この状態で20秒いきます。用意スタート。ポイントとしては、上の足でですね、下にぐーっと押してあげると突っ張る感じがさらに出てきます。筋肉をしっかりと伸ばしてあげましょう。そして頭はこうつけて楽にしてていいですからね、上半身は楽にしましょう。しっかりとお尻の横ら辺の筋肉を伸ばしていきます。はい、では戻します。では今度足を組み直していただいて、はい、では上の足でぐーっと床に押してあげるように倒していきましょう。では20秒間いきます。用意スタート。はい、この時に腰の横ら辺ですね、お尻の横ら辺が伸びる感じが出てたら OK です。しっかりとじわじわっと筋肉を伸ばすように、少しどん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 押してあげましょう。突っ張る感じが多少出てたら OK です。はい、戻しましょう。はい、この運動でしっかりと腰、お尻の横ら辺ですね、筋肉が伸びたと思います。このようにですね、筋肉を伸ばしてあげて、腰の負担、腰痛を減らすなど、そういったですね、予防効果もありますので、ぜひこの運動ですね、1日に1回でもいいので継続してやってみましょう。他にもですね、火曜日、水曜日と他のストレッチを毎日投稿していきますので、そちらも合わせてやっていただいて、毎日の運動習慣ができるようにしていきましょう。それでは今日はこれで終わります。ご清聴ありがとうございました。